はい、皆さん、こんにちは。スーパーネックマンチャーです。本日やっているガジェットはこちら。レーザーから新型マイクが出ました。えー、まずはこちらが、レーザーセイレーン V3 クロマ。そしてこっちがね、レーザーセイレーン V3 ミニですね。で、今回ね、特にレビューしたかった理由があって、それがね、 セーレン V3 クロマの組み合わせですねこいつねあのコンデンサーマイクなんだけどスーパーカーディオイドのピックアップパターンなのねちょっとユニークでしかもリミッターとオートゲイン調整がついてるっていうところがすごい特殊なんですねちょっとねサイト見ていきましょうかはい今ね公式サイト来たんですけども今回紹介するのはここのセーレーン V3 クロマコンデンサーカプセルでスーパーカーディオイドの集音パターンこの2つの組み合わせがねちょっと気になりますねどんな感じに聞こえるんだろうね ハイパスフィルルタタターーもあって、えー、デジタルゲームリミッターもあるとこのリミッターっていうのは動画編集でも使うんですけど、要は音量を上げても割れないようにする処理なんで、これもね、ちょっと気になるところですね。精霊ミニの方は僕以前レビューしたんで覚えてるんですけど、あのミュートボタンがなかったんだよね。それが今回 V3 になってタップトゥーミュートセンサーっていうのがついて、まあ、ミュートできるようになったよっていうところかな。結構ね、押してるポイントとしては、前の機種の V2X かな。 ミュートがタッチボタンじゃなくて押し込みボタンタイプだったみたいなんでそこも進化してるみたいです。まあでもね、個人的に気になる点としてはやっぱりこのスーパーカーディオイドのコンデンサーマイクがどんな感じの音質になるのかなってとこだね。やっぱりダイナミックマイクの方が騒音とか環境音拾わない傾向にはあるんで それに匹敵するぐらいの指向性の強さがあるのか、ゴンネンサーマイクならではの生々しい音がね、収録できるのかってとこだね。この二つが両立できれば確かにかなりね、強いとは思うので、実際自分が使っているダイナミックマイクとも比べていきたいですね。はい。それでは開封していきましょう。おー <laughs> あぶ危ねえお、おー。 意外と軽いな。思ったより軽いですね。239g。軽い部類に入ります。ちゃんとメジャーなキットだってマイカームに対応しますね。はい。これだったらマイカームそんな超ガッチリしなくてもいけるかも。付属品は USBA2C のケーブル。はい。これがスタンドなんですけども、まあこれはね、すごいシンプルですね。まあ、基本的にはマイカームにつけてほしいんだと思う。これだけシンプルだからね。おまけ的なもんだな、これは。 個人的にはもうできるならマイカーも絶対使った方がいいですね。プラスチックだけどサラサラしてて指紋とかつくタイプではないです。で、ここら辺はね、もっとね、ツルツルサラサラって感じ。うん。背面にはね、3.5mm ですね。これはモニタリング用ですね。ヘッドホンとかイヤホンを挿すところ。で、これタイプ C の差し込み口。正面にはダイヤルがついてます。結構ニューッと動く感じ。重めですね。簡単に触って原因が変わったりしないような工夫がされてるのかな。 で、押し込みはできないです。で、上の方にこのミュートボタンがあるんだけど、なんかマルチファンクションボタンらしくて、いろんなことができるらしいです。はい。基本的にコントロールが上のタッチボタンと、このダイヤルだけですね。非常にシンプルです。白い方も上げていきます。やばいな、これ。白い方やばいちっちゃいな、これ。<laughs> 軽いし、面白いな。このサイズ感か。 間違いなくコスパ重視モデルの感じはします。ただ、あの、ここの質感とかもやっぱサラサラした塗装で結構ね、ここら辺はすごいチープって感じはしないですね。で、重さちょっと測るの忘れてたね。これ単体でマイクアームつけたらめちゃくちゃ軽いんじゃないかな。これは多分激辛ですね。118g。いや、やばいな。これだったら別に持ち歩いても全然苦じゃないね。セレイレーン V3 ミニの方はミュートボタンだけですね。タッチボタンだけ。えー、ゲインコントロールとかそういうのはないです。 で裏にタイプ C が1本あるだけでモニタリングもできないですねはい完全にマイクのみって感じかな付属のねタイプ A2C のケーブルも、えー、真っ白なのが嬉しいですね白環境にも問題なくマッチすると思います、はい、それでは早速この2つをつないでマイクテストをやっていきたいと思いますおお、はい今ですね付属のスタンドを使って録音しています で、口元の距離はだいたい25から30センチぐらいですね。はい、今ですね、付属のスタンドを使って録音しています。で、口元の距離はだいたい25から30センチぐらいですね。V3 クロマの方はデフォルトでハイパスフィルターがオンなので、そちらはオンの状態になっています。V3 クロマの方はデフォルトでハイパスフィルターがオンなので、そちらはオンの状態になっています。どうも皆さんこんにちは。スーパーネコパンチです。どうも皆さんこんにちは。スーパーネコパンチです。 今ですね、これ、レーザー精錬 V3 クローマーの音を、フレンドが僕の声をディスコード越しに聞いてる、えー、録音になりますね。どういう風に聞こえてますでしょうかちなみに、スタンドを使ってます。純正のスタンドを使って録音しています。どうも皆さんこんにちは。スーパーネコパンチです。はい。はい、今度はですね、V3 ミニをディスコード越しに録音している状態ですね。どういう風に聞こえてますでしょうかどうも皆さんこんにちは。スーパーネコパンチです。どうも皆さんこんにちは。スーパーネコパンチです。 どうもみなさん、こんにちは。スーパーネコパンチです。 はい、えー、ここで気づいた点なんですけどスピーカーとかで聞くとぶっちゃけ音質の差ねそんなにわからないと思うけどヘッドホンで聞くと一発で分かりますねえー、クロマの方が情報量が多くてその低音域のその詳細な音えー、まあ、臨場感っていうのがだいぶ増えますね逆にミニは音質は別に悪くはないんだけどちょっと簡略化された音になってますね両方ともね音質としては普通以上の、えー、水準があるので全然使えると思います で、ディスコード越しの音声に関しては、あのー、フレンドさん曰く、やっぱりね、クロマの方が実際の声質と似ていると言っていました。えー、ただ、ミニも別に悪い音っていうわけではなくて、全然使えるという感想でしたね。まあ、値段通りって感じ。はい、今ですね、こちら V3 クロマを使って、えー、このマイカーもを使って録音しています。箱出しだとハイパスフィルターオンの状態なので、今、ハイパスフィルターオンの状態で録音していますね。どういう風に聞こえてますでしょうか どうもみなさんこんにちは、スーパーねこパンチです。じゃあ次はね、ハイパスフィルターオフで撮ります。今、ハイパスフィルターオフの状態です。どういう風に聞こえてますでしょうかどうもみなさんこんにちは、スーパーねこパンチです。はい。はい、今度はね、レーザーのセイレーン V3 ミニのホワイト、こちらをマイクアームにつないで録音しています。どういう風に聞こえてますでしょうか口元の距離が10センチぐらいになったんで、ちょっと原因はね、下げてますね。80ぐらいにしています。どうもみなさんこんにちは、スーパーねこパンチです。 今ですね、えー、いつも使っているエレクトロボイスの RE20 のダイナミックマイクを使って録音しています。インターフェースは持つの M6 ですね。どういう風に聞こえてますでしょうかどうも皆さんこんにちは、スーパーネコパンチです。はい。どうも皆さんこんにちは、スーパーネコパンチです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 。 はい。マイカームありのマイクテストでした。今回ですね、あの V3 クロマのハイパスフィルターオフも試したんですけども、やっぱりオフの方が低音のその臨場感というか質感が上がったような気がしますね。えー、まあ深みが増えたような気がしました。あとね、マイカーム使うことで口元にも持ってこれるんで、だいぶ音質は上がるような気がしました。はい。次はね、キーボードテストやっていくんですけども、まずはオリジナルのスタンドを使った状態で、えー、叩いていきます。 スタンドを使う場合は、公式サイトでもね、こういう風に左側に置いてたんで、ちょうど原因が OBS で黄色と赤の間ぐらいになるようになってますね。一般的にちょうどいい音量なんで、これでキーボードを叩いていきます。ちなみにね、あの、スタンドをこっちに置くとめちゃくちゃキーボード音を拾うんで、基本的に左がいいと思いますね。はい、それではやっていきます。 はい、驚くことに、えー、ミニの方が純正スタンドだとキーボード音はピックアップしてませんね。これはおそらく上位機種のクロマの方が低音のね、ピックアップがいい。ちゃんと拾ってるから。で、逆にミニは拾ってない。プラス何らかの、えー、音声処理をやってる可能性が高いです。 はい、えー、キーボードのね、テストの感想なんですけども、もうマイクアームつけた方が圧倒的に拾うノイズは減りますね。えー、ただ、その、ミニの方は、マイクアームにつけたことによって多分本体が軽いんで、何らかの共振音を拾ってますね。これはおそらくマイクアームとの相性もあるんで、まあ、そこら辺はね、例えばキーボードからマイクアームの根元を離すなりして、低減させることはできると思います。 Uh Uh Uh, uh. はい、えー、ミュートテスト両方ともね、えー、問題なく、えー、動作したんですけどもやっぱりクロマの方が全部赤くなるんで分かりやすいでミニの方はねちょっとした仕様でそのボタンを押した後ちょっと遅れてミュートされる感じですねだからワンチャンくしゃみとか間に合わない可能性もありますはい次はねちょっとねリミッターテストやっていきます今デジタルゲインリミッターというのはオフの状態で大きい声を出してみますあーああああああ ああああ次はね、V3 クロマだけに搭載されている、えー、自動ゲインコントロールを試していきます。今、自動ゲインコントロールはオフです。小さな声で喋っています。それではオンにしていきます。はい。はい、今度はですね、えー、V3 クロマだけに搭載されている自動ゲインコントロールをオンにしました。なんか、上げすぎて赤くなってるけど、これ大丈夫 <laughs> ちょっと敏感すぎるかもしれないですね、もしかしたら。 1一つ注意点なんだけど、デジタルゲインリミッターと自動ゲインコントロールは同時にオンにすることができないですね。どっちかを選ぶ必要がありますま個人的な感想ですけども、えー、まあ自動ゲインコントロールよりは、えー、デジタルゲインリミッターの方が有用かなと思います。 はい、今ね、PS5 に繋いだんですけども、このミニの方は問題なく認識されました。ただね、こっちのクロマの方、V3 クロマの方は、なんとね、認識されませんでしたね。だから PS5 で使う人は、V3 ミニ一択かもしれないですね。ミニの方でマイクテストやっていきます。はい、今ですね、だいたいそうだな、30センチぐらいの距離で撮ってるんですけども、どういう風に聞こえてますでしょうか。どうも皆さん、こんにちは。スーパーネコパンチです。 で、まあ、マイクアーム使ったらだいたいこれ15センチくらい、これくらいですね。どういう風に聞こえてますでしょうか。どうも皆さん、こんにちは。スーパーネコパンチです。はい。はい、これに関してはね、結構意外な結果でしたね。PS5 でミニは使えるけど、えー、クロムは使えなかったっていう結果になりました。ただね、あの、PS5 でのマイクンね、やっぱ PS5 側で結構圧縮されてて、だいぶ音質は悪くなりますね。これはでもね、マイク側の問題じゃなくて、PS5 側の問題です。 あのどのマイクを使っても PS5 で録音音すると音は悪くなります、はい、えー、それでは最後にまとめていきます。まず値段を見てから良かった点と気になった点。で、最後にね、結論をお伝えしたいと思います。今このレーザーのセイレーン V3 クロマなんですけど、2万1980円で公式で売ってて、 で、アマゾンの方も同じですね。2 1 9 8 0円で売っています。で、こちらのセイレン V3 ミニの方は8,380円ですね。結構安いですね。で、こっちも Amazon で同じように売ってるんですけども、ミニに関してはピンクとあと白もありますね。だから白環境の人はミニを選んでもいいかもしれないね。クロマはね、ブラック一色なんで。 で、価格的にはね、あのー、為替通りの値段ですね。良心的な値段だとは思います。ドルにしたらね、めっちゃ安く感じるんだけど、為替のせいなんでそれしょうがないですね。V3 ミニも V3 クロ m e も両方とも、レーザーシナプスのソフトウェアに対応してるんですけども、一応軽く見ていくとですね、やっぱりね、あの、クロマの方が、調整できるもの多いですね。こちらがマイクの原因、えー、ヘッドホンの出力、 サイドトーンの音量ですね。サイドトーンに関しては、50以上にはしない方がいいかも。50以上だと結構ね、あのー、マイクが拾っている環境音がちょっと拡大されちゃうんで、50か50以下がいいですね。でサンプリングレートも変えれるんですけども、48が一番一般的なんで、まあ、他のね、機材との兼ね合わせもあるんで、これがおすすめですね。でハイパスフィルターは、オンもオフも OK だと思うけど、 え、先ほど言った通り、オフの方が音質はちょっと良かったです。で、コードゲイン設定に関しては、ゲインコントロールよりはリミッターの方が僕は好きでしたね。使う場合はリミッターオンにして使おうと思います。はい。そんな感じですね。V3 クロマだけの機能があって、それがこのストリームミキサーっていう機能。これオンにしていくとかなり優秀で、フレンドとね、あの VC やりながらゲーム録画したんですけども、めちゃくちゃ良かったです。よくあるその、スティールシリーズでいうソナーみたいなバーチャルミキサーにはなるんですけども、結構使い勝手が良くて、音質も全然問題なくてね。あのー、 使いやすすかったですね、まあ、簡単に言うとストリームミックスっていうね、まあ、配信用の出力と、えー、プレイバックミックスっていうね、まあ、自分が聞く用の出力があって各入力に2つのねバーがあって え、上の方はこっちのストリームミックスに振ってて、下の方はこのプレイバックミックスに振ってるって感じですね。で、このプレイバックミックスなんですけども、別にこのセイレン V3 クロマだけに出力するわけではなくて、いろいろね、他のオーディオインターフェースに流すこともできるんで、まあ、使い勝手は結構いいですね。だから結構こいつは有能ですね。全然使えます。 で、あとはライティング。まあ、ここら辺僕はノータッチですけども、ミュートした時にどういう色にするかとか、今こんな感じで光ってるけど、これをだから変えたりできる。まあ、デスク環境を綺麗に見せたい人はありだと思います。それに対してミニは全然光りませんね。はい。ミュートボタンが光るだけです。で、ミニの方も見ていくと、えー、原因だけですね。ミニには 3.5mm の出力がないので、これだけになります。で、あ、ミニもストリームミキサー使えるのこれ。え、ちょっと待って。すごくないすんげえお得じゃんじゃん。あ、使えるんだ。 そう考えると結構こいつすごいな。まあ他にプレイバックできるね、オーディオインターフェースもしくはヘッドホンとかいりますけど、すごいっすね。<laughs> ちょっとびっくり。だから良かった点悪かった点まとめると、V3 クロマの良かった点はもう、機能性がやばいよね。音質もいいし、ハイパスフィルターもあり、リミッターもあり、ゲインコントロールも選べて、ストリームミキサーも使えるっていうね。うん、なかなかね、こいつは優秀ですね。 ミニに関しても音質はね、あの、やっぱり価格差分だけ、クロマよりは、音質は劣るんですけども、必要十分な音質と、えー、ミュートボタンが入ってるので、うん、実用性もかなり高いと思いました。で、ストリームミキサーが使えるのはちょっとびっくりしましたね。だから両方ともね、結構優秀だと思いましたね。コンデンサーマイクの割にはやっぱりね、指向性強めなんで、ちょっとダイナミックマイクに近い使い方ができるっていうイメージですかね。 うん、僕は結構良かったと思いますね。あとね、これ、ショックマウントが、ね、内蔵されてるのもでかくて、なんかショックマウントって結構ね、あの、かさばるんだよね。こういうゲーミングマイクのね、あの、強みだと思う。あの、ショックマウントが内蔵されてコンパクトになるから、うん、なかなかいいと思いました。すごいよね、でも。ちょっと前のことを考えると、最近のゲーミングマイクの音質めちゃくちゃ上がってるから、ちょっとビビりましたね。で、次、気になる点、注意点に関しては、まあ、先ほど言った通り、クロマの方は PS5 で使えなかった。えー、ミニは使えた。 で、あと、ミュートボタンですね。ミュートボタンの使用。ミニはね、ちょっと遅延があるんで、一瞬押してちょっとしてから、えー、この赤がついて、ミュートされるって感じ。もう一回やってみせるけど。押してちょっとして解除される。ね。押してちょっとしてから、ミュートされる。これだけ知っておけばいいのかなと思います。爆発的なくしゃみした時に間に合わない可能性は、まあ、ワンチャンあるかなって感じですね。うん。あと、ミニのね、このケーブルめちゃくちゃ短くて <laughs>。ミニのケーブルは1メートル20センチしかないので、 えー、まぁ、あ、黒もね、2メートルあるんで、そこは違いますね。だから、白いケーブルだけど、ちょっと短いよっていうのは注意点かな。ぜひ皆さんね、これマイクの音質っていうのはね、自己満的な部分もあるんですけども、ぜひ皆さんのね、マイクテストの感想も教えてください。個人的には、全然この2つだったら、配信で使えるぐらい音質もいいし、見た目もかっこいいし、全然ありだと思いました。うん。 そうだな。まあ、言うなら、まあ、ケーブルちょっと、ケーブルマネージメントはちょっとね、こういうタイプのタイプ C だと、出っ張るから、まあ、L 字のケーブルに変えてもいいかもしれないね。もっと綺麗に配線まとまるかもしれません。まあ、それくらいかな。マジで気になる点そんなになかったな今回。えー、ぜひ皆さんの感想も教えてください。はい、ということで今回はね、こちらのレーザーセイレーン V3 クロマ、レーザーセイレーン V3 ミニ、えー、デビューしていったんですけども、あ、一つ欠点思いついたわ。 名前 <laughs> 名前が分かりづらすぎるなんか,か,か V3X とか V2 なんとかの V2Pro とかさあの分かんなくなるマジでその名前欠点かもしれないもっとなんか3とか4とか5とかの方が俺は好きかもしれないです、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょうじゃあね